はい、こんにちは、ヒカクゲームズです。今日もですね、ウィニングレバプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら、コシエルニーに愛された男さん。シムのこれ、自動で押してほしいなということで、これね、多分前後半行くときのね、スキップ画面というか、次へのボタンなんですけど、これね、意外と次へ押し忘れて、なんか15分ぐらい放置して電池がやばくなってること結構あったりしますね。はい、すごくわかるなと思いました。ありがとうございます。ということで、先週のロッククイズも行きましょう。今日はこちらの選手。はい、この選手はですね、まあ、金の中でもかなり優秀な選手で、この前ね、金のハードプレスで優秀な選手誰いましたっけって言われた時にコメント欄でめっちゃ出てきた選手ですね。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、無課金アカウント動画やっていきたいなと思っております。はい、今週のですね、 FP ガチャまだ無課金で引いてませんので、ちょっとね、今週最後の日にしっかりアザール当ててアザスって言っていきたいなと思います。まあこのアカウントではですね、なんだかんだめちゃめちゃね、トップレアの選手たち当てていて、まあこれ見たらわかるかな。はい、メッシ2人いたりとかね、あとファンダイク、ロベルト・フィルミーノ、まあマノラスもいますし、まあ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 、ちょっと素晴らしいメンツが続いてますので、はい、今回もですね、しっかりアザール打ち抜いて喜んでいきたいなと思っております。ということで早速いきましょう。でコインがですね、1790コインしかないので、ちょっと迷いどころなんですけど、フラメンゴ1回引こうかな。はい、1回だけ引いていきたいなと思います。さあ行きましょう。さあ大事だよ、このコイン1回ですら大事ですからね。さあ黒玉いきましょう。ゴー、さあ頼む、来い来い、黒、嘘、待って、ずれて、お願い、よし、オッケー、さあ来い、誰が来る、レッツゴー、来るか、おー、ビチーノ選手、はい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 、ビチーはならなかったですけどね。はい、ビチーノ選手ありがとうございます。このビチーノ選手のアイコンさ、先生から問題出されてめっちゃ勢いよく手挙げてる人みたいな感じですよね。はい、ありがとうございます。オッケーオッケー。じゃあちょっとね、フラメンゴ1回だけ引いたので、この流れで週刊 FP しっかり引いていきたいなと思います。週刊 FP はね、もうアザールですよ。もうアザールしか見えてない今週。そしてね、もう多分ね、いけると思うんだよな。昨日夜ね、寝てる間の夢で無課金アカウントでアザール引く夢見たので、はい、行ってみたいと思います。さあ行きましょう。さあ大事だよ、雷の音が聞こえたらもう確定ですからね。さあ行きます、無心で行きます。ゴー、さあ来い、来ない、焦って来いって言っちゃったもんね。はい、金玉ということで、ライトサイドバック、おー、アーノルド選手嬉しいけどもね、黒玉のアーノルド当ててるんですよね。あー、マジかー、でもありがとうございます、嬉しい嬉しい。まあ一応ね、アーノルドコレクターの称号を手に入れたということになるので、はい、ありがとうございます。なるほど、まあまあまあ、まだね1回目ですから、うん、一応ね、僕動画のことも結構考えてるんで、最後に出した方がうおーってみんななるじゃないですか。はい、というところで2回目いきましょう。はい、ボクシャ、嘘、待って、黒だよね、オッケー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 。さあ来るか、レッツゴー、誰、おー、ルーカス・アラリオ選手、まあ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 、いいんじゃないですかね。僕このアイコンがめっちゃ好きなんだよな、この上に向いてるやつね。はい、なんかすげえかっこいいですよね。はい、ありがとうございます。なるほどね、まあ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 、まだ2回目ですから。はい、やっぱね、多分皆さんもそうなんですけど、僕もあれなんですけど、なんかお弁当とかで一番楽しみにしてる具材って最後に食べるじゃないですか。まあそれと一緒ですよね。はい、やっぱ一番メインディッシュは一番最後に来る、いきましょう。頼む、お願いします、いきます、ゴー、わーっと敗北者、これが敗北者か。そして金玉、はい、誰でしょう、アーノルド選手かぶり。はい、ということでせっかくなので、アラリオ選手レベルまで持っていきたいなと思います。はい、アザールのために取っておいた経験値すべてアラリオ選手に入れさせていただきます。はい、今週はもうアラリオ選手先発させましょう。もう無課金アカウントで、はい、どこまで行くのか。星5トレーナーために貯めてきてますからね。さあ、いけるのか、レベママでいけちゃうんじゃないかな。ちょっとね、厳密に計算してないので、だいぶ適当というか、ざっくり計算で入れてるんですけど、さあ、行くのか。まあ、無駄にしたんじゃない、あえてね。さあ、どう、行くんじゃない、行けるか。42、43、44、45。おー、46。まあ、これでいいかな。じゃあ、46で行きましょうか。ちなみにね、トレーナーめちゃくちゃ貯めてたんですよ。あ、違うな。これ見てもわかんないか。これか。トレーナーはめちゃくちゃ貯めていて、はい、まだまだ星5トレーナーありますからね。どんだけ余ってんねんって感じですけど、今週はもうアザール当てられなかったんで、ルーカス・アラリオを先発出場させていきたいなと思います。これで行きましょう。すげえ、てか、FP だらけになったな、スターメン。いや、すごいな。やっぱ FP の魔力すごいっすね。はい、ということで、今週もオンライン1試合行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、やっていきたいなと思います。おー、ルーカス・アラリオ選手、さすが週刊 FP だけあって絶好調ですね。ということで、メルテンス、ゼフ・ジョーカー、じゃあ、ディマリア選手入れましょうか。はい、ここちょっとライトウィングしようかな。はい、で、これでとりあえず今週行きますか。あ、待って、フランケシエも不調か。あ、スピリ好調だったら入れてもいいけど、そしたら、トレイラー、ネドベド入れましょうかね。はい、これで行ってみたいと思います。はい、そしてお相手さんが、おー、なるほど、なるほど。
はい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 、結構いいメンツですね。そしてレーティング900台でしたからね、ちょっとやばいな。この時期に900台頑張って勝っていきたいなと思います。あとちょっと僕の中で今日自分への課題をつけようかなと思ってて、せっかく今回ねあのルーカスアラリオを手に入れたので、ルーカスアラリオで一得点、これ目標でいきたいなと思います。さあ行きましょう。で待って、レーティング900台やばくない？レーティング900台緊張するな。さあこれ勝っていきたいね。でもこれ勝ったらでかいんじゃない？はい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 、いける。さあデロッシュからネドベド、いいよ前。さあラリオが持ちいいの。さあラリオから一回出す。さあラッキッチオッケー。アラリオ、うおー惜しい。うっそ、今惜しかったね。いやー今結構抜け出し良かったけどね。さあ守備のところ、さあここちょっかい出そう。おっとまずいねこの抜け出しは。さあオフなければやばい、これムーアップやばい、はい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 、うわー決められていく。綺麗にいかれましたね。まあまあまあ今のはちょっとやられてしまったな。シュッドン。いやまだ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 、いやここからよ。やっぱ1点ビハインドからの比較ゲームズって言われてますからね。さあここから落ち着いていこう。スターリング来るね。さあさあさあ、おっとメッシから、さあ大丈夫、これは大丈夫じゃないかな。さあムーバって来るけどここにはいる。オッケー、ナイスカット。さあアレハンドロ・ゴメス行きましょうか。行くと見せかけてラッキッチからの、さあアラリオいいよ、抜け出し、アラリオ決めていけ。あー外していく。いやもっと持ち込んでもよかったっすね。いやいいねいいね、楽しい楽しい。やっぱ上手い方とやるとちょっとゾクゾクしますね。いやなんとか前半で追いつきたいんだけどな。前半で1-1にできれば結構気持ち的にも楽になるので、はい行きたいですね。さあいけるのか。ちなみに今週 FP ネイマール来るかどうかっすよね。マジ楽しみだな。でもこれで来なかったらそれはそれで悲しいけどね。いやーどうなるだろう。まあどうせ引けないんだけどな、僕は諦めてるっていうね。さあここからラッキッチかわせ、ラッキッチかわせないか。あーただ時間がないですね。はいここも前蹴っちゃいましょう。はいということで、前半 1-0 で終了ですね。1本しかシュート打てなかったけど、まあでもそんなに悪い流れではなかったので、いやーどうしよっかな。メルテンス入れましょうか。メルテンスヌサメちょっと温存かな。まだルーカスアラリオで点決められてないからね。ルーカスアラリオとの約束が果たせてない。まだ彼との約束を果たしたい。彼が点を決めるという強い意志。さあ行きましょう。さあここからアラリオ、さあネドベドが持ちいいの、もう一回オッケー、来たんじゃないこれ。アラリオ決めろ、うおーいいやー今チャンスだった。もうちょっと持ち込む。アラリオチャンス2本ありましたけどね。まあ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 、このチャンスがあるってことはまだまだいけるってことですよ。いやいいね、900台か、レーティング900台。あやばい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 、やっちゃったー、やっちゃった。オッケー、カシージャスナイス、これはマジナイス。さあアレハンドロ・ゴメス、よしオッケー。さあデロッシー、さあナイス。さあネドベド抜けていく、アラリオ、さあアラリオ決めろ、よーしナイスゴール、ナイスゴール、来た来た来た、いいんじゃない、今のいいんじゃない。オッケーオッケーオッケー、カシージャスのナイスセーブからなんだよね。いやいいよいいよいいよ、白熱してる、楽しいね。アラリオ選手ありがとう、しっかり同点ゴール決めてくれたので、あとはヌサメに任せてください。じゃあメルテンスとヌサメのスパサブコンビで決めに行きたいですね。アーノルドからどういくかだけど、オッケー。さあメルテンス、ここスイッチ入れたいね。スイッチ入れたいが、さあモチーノ、うーんちょっと出しどころがないな、出しどころがないけど、さあヌサメからかわす、ウーファルじゃない、あファールだよね。オッケー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 、びっくりした、今一瞬ザワールド発動しましたよね。一瞬ネドベドだけが動く世界が今来ましたけど、あれいいかな、ちょっとこれ決めちゃっても大丈夫ですか。うーんこれちょっと100発100中の男見せちゃいますよ。いきます、ゴー、あー来たね、ゴー、あー来たね、あーこれ完璧完璧。はい、アーノルドからちょっと出しどころがない。さあネドベドからいいんじゃない、ラッキー、入ってる入ってる、うわーいかない、惜しいね、オッケーオッケー。さあヌサメ、ヌサメ決めろよ、オッケー、ヌサメ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 、オッケー、ヌサメ半端ないって、試合出たら毎回ゴール決めるもん。オッケーナイス。さあアレハンドロ・ゴメスから、いいねネドベド、さあネドベドからサイド行きましょうか。メルテンス、さあメルテンスからもう一回いける、オッケーナイス。さあネドベドで持ち出そうかな、ナイス決めろ、おー惜しい、いいね今の歌詞良かったけどね。
さあ、ヌサメ勝てるか。勝てないね。オッケー、じゃあここ守備戻りましょう。こういうところで当たりすぎると一気にカウンターされるので、ここはもうとにかく守りの姿勢。あれ、おあいつさんどうした。これ諦めちゃったかな、おあいつさん。おあいつさん諦めてしまったのか。諦めてしまったのか。さあ、ということでこれで終わりかな。ギブアップ、はい、ありがとうございました。ということで無課金アカウントレーティング900台に勝つことができました。ありがとうございます。さあ、ということでいいあれなったんじゃない。まあアラリオも決めましたし、ヌサメも決めましたし、いい動画にできたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。